皆さんご機嫌いかがでしょうか。本日は横浜 F マリノス対セレッソ大阪ロイヤルロンドンスタジアムよりお届けしてまいります。解説七海さん、実況ジョンカビラでお届けしてまいります。さあ七海さん、よろしくお願いします。こんにちは、こちらこそよろしくお願いします。前半ゲームはスタートしています。横浜 F マリノス対セレッソ大阪、どういった滑り出しになるんでしょうか。さあ ビリシャアウベスへ、ここは体を張ります。ジルー、そういい形ですよ。スルーパス、ゴールキックとなります。返します。ウィルシャー、アウベス、ウィルシャー、クリフツォ、前線へ出す。さあ立ち上がり、両チームとも様子を見つつもポゼッションでははるかに上回っている F マリノス。さあここは厳しくプレッシャーをかけていきます。スローインです。アルダトゥーラン、ビスカロンド、ディーンダリ、前半の3分の1が経過しました。まだ両チームともフィニッシュがないですよね、もう少しアグレッシブにゴールを狙ってもいいと思いますけどね。なるほど、ウィルシャー、アウベスへ、ボールこぼれて拾います。ここは読んでいました。シュトゥアニ、裏に味方を走らせる。ジェルマン、ここで受ける。どうだこのシュート、いい判断ですねキーパー。ビスカロン、レオン、ディーンダリ、レオン、ビスカロン、ディーンダリ、アルダトゥーラン、一人で駆け上がるダニエル・アウベス、ウィルシャー、一人で行けるか。これはスローインとなります。デルレイ、打てる、シュート、おー来た、まだある。これは先に触ります。これはつながりません。ウィルシャーからのパスは通りませんでした。しっかりパスコース埋めてますよね。
もう前半33分というところです。前半も残り時間が少なくなってきました。スコアは0対0。デルレイ、ウィリシャー、アウベスへ、デルレイとボールはウィリシャー、さあ前半40分です。ジェルマン、スドゥアニ抜ける。F マリノスとしてはあそこ抜かれたら決定的な場面になってしまいますからね、はい、今のディフェンスは大きいですよね。そうですね。いや面白いな。いや、いいプレーですね。中盤に守ろうっていう意識が浸透してますよね。ダニエル・ワウベス、ジルー、 F マリノスとしてはここは拾いたいですね。ヘッド、素晴らしい攻撃だったんですが、ここでホイッスル。先制とはいきませんでした。長野さん、ここまでについて何かございますか。 F マリノスとしてはボールはうまく回せてるんですけど、シュートシーンがうまく作れてないんですよね、うん、そうですね。ラストパスの質と受け手とのコミュニケーションが後半のポイントになりそうですね。なるほど。後半どのような試合が展開するのか非常に注目されるところです。両チームスコアレスで折り返します。スタート、さあ前線へ、ジェルマン裏を狙う、ライブ出ましたね。ナイスですね。裏のスペースに置きに行く。ダニエル・アウベス、ウィルシャー、ジェルマン、ここはカットします。ウィルシャー、ジルー、どうする。ジルーから一旦下げて、うまく寄せていってますね。ジルー、厳しいチェックは入ります。狙える、シュート、ゴール。 F マリノスようやく均衡を破ります。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。そうですね、まあシュートもそうなんですけど、次のプレーをイメージしたコントロール、ここが全てだったと思いますね。そうですね。1対0、先制ゴールが決まりました。前半の状況からお互いが後半ガンガン来るというゲームプランだったと思うんですけど、先に先制したのは非常に大きいですよね。そうですね。デルレイ、カットです。 F マリノスとしては今いい時間帯ですから、このリズムを大切にしたいですよね、なるほど。
ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。 F マリノスとしてはここで1点取れると非常に楽になるんですけどね。そうですね。レッスは追いつきます。ここでフリーで打たせてはいけません。 F マリノスとしては最後ディフェンダーのアプローチが甘くなってしまいましたよね。まあでも相手のパスも見事でしたけどね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。もう1点取りに行きたいところでしょうね。七海さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。前半とは別の試合見てるみたいですよね、ミルワーからしたら非常に面白い試合になりましたけどね。そうですね。後半の21分が経過しました。ここまでは1対1の同点です。ウィリシャー、見事なパス残ってますね。さあ左サイドへ、柔らかいボール、ジルー、これはいい位置で奪ってのシュートでした。攻撃の形は良かったと思いますね、はい、相手のミスという感じでしたけど、そこを見逃さずしっかり狙っているというのが素晴らしいですよね、うん、そうですね。入ったところ、このボールはシュート、これも惜しい。もうまたですか。ここはポストに阻まれてしまいました。あと少し内側に入ってたらゴールっていうシーンでしたけどもね。これは通しません。さあシュートに行けるか。いや、来た。シュート、このボールをカットします。後半31分が過ぎたところ、両チーム一歩も譲らないという試合展開、同点ではありますが、いつ試合が動いてもおかしくない状況です。これはよく触りました。ダニエル・アウベス、上げる、クリア、ここは通しません。ジルいい形ですね。ギルシャーに渡る、シュート、ゴール、マリノス、Fマリノス、これで勝ち越しです。一歩リード。この位置でフリーで打たせてしまってはいけません。ボールをもらうまでの駆け引きが非常にうまかったと思いますね。Fマリノス、ここでリードを奪いました。ここからのメンタルというのは非常に大事ですよ。集中力です。後半あと5分というところです。このまま終わりたいFマリノス。ジェルマン、フロア相手、味方を走らせる、オープンなゾーンだ、シュート、ヘッド、跳ね返される、縦にボールを送ります。受けてくる、ボールコントロール、
いいパス出ましたね。レオン、これはクリアします。これは奪い返します。クリフツォフ、 F マリノス落ち着いて時間を使います。自信、上を口に加えて、今試合終了です。2対1、 F マリノス1点差で勝利、かろうじて勝ちました。さあゲームは終わりました。お客さんにとってこういったゲームは非常に魅力的ですよね。もう満足感で家までの足取りは相当軽いでしょうね。そうですね、ありがとうございます。さあお別れの時間が迫ってまいりました。本日の試合解説には七海博さんをお招きしてお送りいたしました。七海さん、本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。 F マリノス2対1で見事勝利を収めました。